おはようございます。あと5分で家から出ないといけないけど、まだパジャマ最近ちょっと首が痛すぎて編集ばっかりしてるから、で病院行ったら髪の毛が長いのも首に負担がかかるって言われて、で今から髪を切りに行きます。で今日の朝3時ぐらいにいきなりもうめちゃくちゃ髪が切りたくなって、速攻予約して、はぁ、今から髪を切りに行ってきます。本当に長すぎて見えるのかな、これはもうお化けと本当に違いがないんで、どれぐらい切るかはまだ決めてないけど、行ってちょっとちょっともったいない気もするけど、どうせ結構傷んでるしパサパサしてるし、はい、行ってきます。何だったな、手紙だな。パーマ、あ、毛先だけこうくるんっていう感じだったら全然できますよ。あ、大丈夫ですか。時間でどれぐらいかかりそうですか。時間は今傷んでるとこって残ってますか。いや、もうほとんどないですね。本当にこの辺ぐらい。なんか自分が自分じゃないないみたいな、慣れない。あんまじゃあ短くするのは久しぶりですか。あ、本当ですか。6年ぶりかな。めっちゃ久しぶりですね。それでもまだこれでもロングぐらいの長さではありますよ。前回っていうか切る前が結構スーパーロングぐらいだったんで。わゴロゴロ言ってます。今も雷です。今のも雷、トラックかと思った。단발로 자르려고 생각을 했었어요. 그래서 이 사진을 들고 가서 보여드렸었는데, 끝나고 나니까 지금 뭐 옷이 까맣게 안 보이는구나. 딱 이까지 이렇게 보면 잘 보이나? 아무튼 쇄골 정도까지 오는 길이로 잘랐어요. 약간 중단발보단 조금 긴 것 같기도 하고. 네. 제 인스타그램에 가발이라고 뻥쳤는데 생각했던 것보다 별로 안 짧아서, 나는 진짜 딱 완전 똑단발 생각을 했었는데 이렇게 완성이 됐어요. 머리가 진짜 짧아진 것도 짧아진 거지만 너무 가벼워져가지고 완전 자르기 전에는 진짜 머리가 거의 배꼽까지 왔었거든요. 뒷머리는 거의 엉덩이에 닿을 정도여가지고 진짜 길었는데 너무 가벼워요. 진짜 목이 안 아플 것 같아. 아무튼 6년? 5년? 만에 좀 짧은 머리를 해봤습니다. 올 여름쯤에는 칼단발을 한번 해볼까 생각 중인데, 아니면 염색을 하던가. 계속 검은 머리여가지고 좀 질리기는 하는 것 같아. 근데 방금 인스타 라이브를 잠깐 했는데 다들 긴 머리가 났대요.